がスタートする皆川さんの時さんです、ね、そうですね、まあ、これもね後ほど聞いていきますけども、はい、42歳そうです。全然年下に見えないですね。そうですか。おいくつですか。僕44です今年。あらねえね、全然年上に見えますね。貫禄ありますね。ああ、そうですね。昔から老けてました。がたいがいいっていうのもあるんですかね。ねえ。いわきはどこなんですか。いわきですか。小名浜っていう。小名浜ですか。ね、小名浜はね、だってカツオがね、いっぱい上がるね。カツオ、そうですね。僕もね、ずっと子供の時、いわきに行ってたんですよ。僕は湯本の近くなんですけど、ね、なんかちょっと共通点があるの嬉しいですね、うん、なんかね。そうなんですか？いや、だ僕はお手伝いさんにチャーちゃんっていうのがいましてね。そのチャーちゃんが、もう、あずまけど、夏休みだから1ヶ月、もう赤ちゃんと行くから中学生ぐらいまでずっといわきで、夏休みはもう過ごしてて、だからハワイアンセンターからね。行きましたか？行って、で、そこのおじさんがね、ずっと常磐炭鉱で昔働いてた人だったんでね。で、小名浜だ、なんだとかね、いろいろ遊びましたよ、これ。あら。ねえ、いいとこですよね、これね。じゃあ、合ってるかもしれないですね。ねえ、ねえ、どうせ。どこら辺で遊んでました？海です。海ね。いや、あそこらのね、灯台のある海とかね。そうですね、いいですね。黒磯海岸とかね。ああ、よく知ってます、ね。あら、じゃあ、合ってたかもわかんないですね、ほんとね。ねえ、うん、じゃあね、ちょっとね、いわき市出身ということでございますけども、はい、これ東京でやっぱ俳優になってやるっていう、やっぱ状況のきっかけがあったわけですか？そうですね。当時渡辺美奈代さんが好きで、おにゃんこの。はい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 。で、会いたいなと思って。で、どうしたら会えるんだろうと思って。で、俳優になってドラマとか出れれば会えるんじゃないかなと思って。うん、でも、そういうきっかけですね。もう本当にダメなきっかけですね、これね。でも夢叶えましたよ。会いました？会いました会いました。はいはいはい。すごく良かったです。いやいや、美奈代ちゃんとかは、本当に変わらないですよね。いや、本当可愛かった、ね。マリナちゃんもね、あんま変わらないんですよね。やっぱあそこら辺の変わっちゃうアイドルと、やっぱ保ってるアイドルって、両極端ですもんね。そうですね。素敵ですよ、保ってる人は。ねえ。美奈代ちゃんのどういうとこ好きだったの？もうニヤニヤしてますよ、本当に。いや、ニヤニヤし。あんで、打ち上げとかで歌ってくれたんですよね、カラオケで。あ、そうなんですか、もう仕事で一緒になって。そうです、そうです。いや、好きだった人のね、やっぱね、青春時代好きだった人に会うと興奮しますよね。いや、もうすごい、ずっと興奮してました。バレないようにしてましたけど。ね、サインとかもらいました？サインはさすがに、写真撮りました？写真撮りましたね。ね、ああいう時って相手どう思ってんすかね、あれね。気持ち悪いと思ってんじゃないですか。嬉しいんじゃないですかね。ね、いや、でも確かに嬉しいってね、ずっとファンで。本人はね、そう、嬉しいですってその場では言うけどね。実際気持ち悪いかもわかんないですよ、本当に。ね、でね、またね、先ほどね、ちょっと検索キーワードありましたけども、はい、名前を入れると串焼きってのが出てくるんですか、これ。そうですね。なんですかね、これね。僕も、書いてありますけど、上京して13年間、串焼き屋でずっとバイトしてたんですよ。ええ。それ検索ワードで出てくるってことは、串焼きが相当有名なんですかね。なんか、以前、その大人計画の中で、文化祭みたいなイベントやりまして、はい、はい。その時に串焼き屋さんやったんですよ。ああ、なるほどね。まあそういう。あ、バイトも生かしつつね。うますぎるという。でも確かに13年間やったらもう職人ですよね。社長の次の偉かった。あ、なるほどね。もうだからもうバイトとかも教育してたわけですよ。そう、どんどん年上の社員が入っていくんですよ。そういう人顎で使ってます。いや、でも大事なことですよね。やっぱね、偉くなるっていうのはね、バイトとかでもしっかりやっぱやんないとね。そうですよね。やっぱ芸能人になる人ってバイトとかでも社員になんない方必ず一回はカットされるって言いますもんね。あ、そういう方やっぱ多いんですか？いや、多いですよ。ね。いや、僕もそうでしたもんね、やっぱね。何やってたんですか？カラオケボックスでやってた時に、お前社員になんないかっつって。ね、やっぱレジの打ち方がうまいとかね。やっぱ昔から金勘定はうまかったんですね、これね。ああ、さすがですね。ね、で、アパートね、お家によく似てるってやっぱ言われるっていうね。いや、ほんと言われますね。ねえ、さあ、そしてね、お子さんもいらっしゃるそうで。はい。もうおいくつのお子さんが？上が7歳の男の子で、はいはい、下が5歳の女の子ですね。わあ、いいですね。可愛いですね。ねえ、家ではどんなお父さんなんですか？どうなんだろう、はい、まあ、暇な時は一緒にお風呂入ったりとか、で、僕料理も得意なので。料理するんですか？だからいいパパですね、本当にね。多分今のところはいい、パパだと思いますね。ね、楽しそうです。ね、うん、家でもこんな感じなんですか、なんかもう。いい、こんな感じですよ。なんかすごいナチュラルですよね。なんかね。あ、そうですか。なんか、大人計
格って皆さん独特のこうキャラクターがあるじゃないですか。あ、そうですか。ね、なんか濃いじゃないですか。みんなそれぞれなんか個性が。意外と普通の人たちですね。でも。そうなんです。だからそれが集まるとみんな普通、みんな変わってるからみんな普通に感じるじゃないですか。みんな個性的ですごい楽しそうで。そうですかね。ね、他の劇団に入ろうと思ったこととかなかったんですか。僕、うん、でも最初上京した時に東京乾電池ってとこの研究生だったんですよ、はいはい、1年間、でまあ残れなかったんですね、落とされて、はい、うん、だからその次がまあ5年後ぐらいですけど大人計画入ったんで、入りたいなと思ったのは乾電池と大人計画だけです、だいぶじゃあ間空いたんですよね。空きました。空いて空白の時間がありました、ね、空白の時間って何してたんですか。バイトしてましただから、あ、なるほどね。ずっとバイトしてました ね、まあ、そしてね、まあ、ご家族の話もねちょっともうちょっと聞きたいんですけども、久々にお母さんに会ったら驚いたっていうどうしたんですかこれ。なんかもう、なんだろう、どんどん太ってきちゃったんですね。はいはい、お母さんが。ほんで背中見たら、あの、ゴリラみたいです。なんてこと。僕もどっちかってゴリラっぽいんですけど。いや、そうですよ。俺ね、思ったんですよね。最初ゴリラっぽいなと思ったんですよ。お母さんもゴリラっぽいんですよ。だから実家帰るとゴリラが二人になっちゃうんですお父さんかわいそうだなと思って。お母さんにですか。お母さんにですね、はあ。やっぱ男の子とお母さんに似るんですかね。似ちゃいますね。俺もどっちかって言うとお母さんになんですよね。なんか、八郎に似たかったなみたいなところもあるんですけどね。うん、なんか、あれですよね、不思議ですよね。女の子はお父さんに似ちゃうし。そうなんですよね。似ちゃいましたよ、下の子、僕に。似ちゃいました、ちょっとうっすらヒゲが生えてますからね。つぶらな瞳で、そうそう、目はクリッとしてるんですよね。いいじゃないですか。もうちょい痩せたらいいんじゃないかっていう感じはしますけどね、確かにね。まあ、ちょっとヒゲは心配ですね。はい、さあ、そしてね、趣味、何ですか最近の趣味。いや、もう、恥ずかしいんですけど、自分の出演スラックを見ながら酒飲むのが好きです。はい、いいです。やっぱ自分が大好きな感じですかね。なんかね。自分が出てるの見るとやっぱ面白いですか、面白いですね。で最近は、たくさんセリフもらえるようになったからいいんですけど、昔一言だけだったりするじゃないですか。はいはい、何回も見てました、その一言のセリフを。なるほどね。なんかカジノのディーラー役だったんですけど、昔。で、ノーモアベッドって一言しかないんですけど、それ繰り返し、うまいとか思います。それはやっぱりノーマーベッドうまいと思いながら満足いく演技だからってことなんですね。結果的に満足したって感じになる、勝手に、ま、毎回満足できますやっぱできますね。新鮮、できる、新鮮に、それいいですね、いや俺もね結構自分のとこだけ見るタイプなんですよ。あ、本当ですか。でやっぱテレビとかってね、バラエティだと相当カットされるじゃないですか、そう、自分のね、だオンエアを、まあオンエアでは見れないじゃないですか大体ね、でビデオ撮っとくんですけど、あそこ面白かったなってとこがね、ざっくりなかった時のショックね。その下り自体がなくなるからね。あら、残酷ですね。いや、だからドラマとかってなんか、そんなにカットされないじゃないですか。ほとんどされないですね。ね。そういうショックはないだろうなってのあるんですよね。でも確かに夜帰ってきて自分の見るの楽しいですよね。いやー、楽しいですね。2パターンいますよね、きっと。見るとまた、ああ、こうすればよかった、ああすればよかったって思って嫌になるタイプと、こうどんどん気持ちよくなっていくタイプと。どんどん気持ちよくなります ね。幸せですね。前まではね、俺自分のところ見てるって人に言えなかったですもんね。かっこつけて、いや、俺全然見ねえよって言って、家で超見てたんですけど、最近はやっと素直になれる自分がね、います、確かにね。さあ、そしてね、そんなおおらかな性格っぽいですから、ね、ちっちゃいことあんまり気にしないタイプなんですか、これ。そうですね、あんまり気にならないですね。ねえ、なんか最近気になることありますか、そんな中。近所のそのコンビニの店員さんなんですけど、男性の方で、すごくいい声してるんですよ。あのキリンの川島さんみたいな。でも何言ってるか分かんなくて、それでなんか普通にこう買ったのピッピやればいいじゃないですか、黙ってなんか言うんですよね。カンビープロ、なんとか言ってとか言う。親切な人いますよね、確かに。言う、うるさいなって思う。なんだろう、なんでこれ付き合わせてる感じになるんですよ。それはちょっと気になりますね。あれ確かに、まあね、周りお客さんがね普通にいたらなんかちょっと注目浴びてそうで恥ずかしいになりますよね。そうそうそう。あれ、いい声でなんか滑舌悪いとか、でもなんか嫌ですね、確かにね。明らかに酔ってるんですよ、自分のいい声で何言ってるか分かんないのも、でも自分は知ってる、それ俺分かるから大丈夫みたいな感じに。そこまで付き合わされてるのが嫌なんですよ。なるほどね。
やっぱ気にしいっちゃ気にしいだし、気にしないっちゃ気にしないですね。そのぐらい、その人だけですよ、気になるの。気になるのは。まあ、確かに話だけでもちょっと気になりますね。ちょっとね、あの人。